続いて交通事故の情報です。中野区大和町1丁目で自転車同士による出会い頭の事故が発生。また上鷺宮2丁目では自転車と乗用車の事故が発生しています。いずれの事故も軽傷とのことですが、自転車が関わる事故が多発しています。11日から20日まで春の全国交通安全運動が実施されます。この機会に地域の交通安全教室などに参加して交通ルールとマナーを確認するようにしましょう。